テオドール・クラクはドイツのピアニスト、作曲家、教師。クラクはポズナン大公国のクロトシンに生まれた。彼はポズナンでアルブレヒト・アクテの生徒となりピアノの勉強を始めた。彼はぐんぐん腕を上げ、8歳の時には芸術に造形の深いアントニラ・ジビウコーが関心を寄せるまでになった。このように早くからの貴族のパトロンを引きつける能力は彼が その後何年にもわたって駆使した技であった。1829年にはラジビューが影響力を行使し、ベルリンでの宮廷演奏会をあつらえた。クラクはヘンリエッテ・ソンタークという人物と共演した。この時、普段は物静かなビルヘルム4世が非常に喜び、若いクラクに3枚のフリードリヒ金貨を与えた。ベルリンでの6週間は真に冒険に満ちたもので。 それは、ブローツワフでの演奏会で、拍手喝采を受け満足することでしまいとなった。ラジビウコウは親切にも、クラクの修行の世話として、チュリヒャウの学校の学費を援助したのである。クラクに対するラジビウコウの援助は、次第になくなっていき、13歳から18歳までの、間は時たまにしかピアノに触れることがなかった。19歳の時、父の命により、彼は、 賢明な判断をすることになり、医学を学ぶために、ベルリンに赴いた。ところが新たな貴族の友人である、インゲンハイムが、小学の資金を支給してくれることになり、それによって彼は、ジークフリートデーンとイーイータウベルトについて学ぶことが、できるようになった。また、インゲルハイムは彼に、上流階級の弟子を紹介する手助けをした。医学は空楽の心に響かなかったのだ。 音楽はより使命感を帯びたものとなり、1842年には、マッソオ夫人が彼に居場所を取りなし、ビルヘルム4世は主にピアノの学習資金として、クラクに400ターラを与えたのである。24歳の時、クラクはウィーンで学ぶことにした。カールゼェルニーが喜んで彼にピアノの手ほどきを行い、夫・ニコライとジーモン・ゼヒターが理論面の指導に当たった。 フランツリストとアドルフ・フォン・ヘンゼルともまた大きな影響を与えた人物として見逃せない。クラクがその年にオーストリアで演奏することはあまりなかったが、1843年にベルリンへ戻るとフロイライン・フォン・ヘルビッヒが彼にカール王子の娘であるアンナ王女のピアノ教師の職を確約した。しかし、これはまだ序の口であった。クラクはその後王家の王子。 王女を教える仕事を得ていき、同時に上流階級の子女も多く受け持つことで、彼の見事に洗練された、資質、縁故、そしておそらく火の打ち所のない礼儀作法が評判になっていったようである。1844年に空楽は、ベルリンに音楽堂公会を立ち上げ、何年にもわたって、その代表を務めた。2年後の28歳の時、 プロイセンの宮廷ピアニストに任じられる。さらにその4年後、彼は、ユリウス・シュテルン、アドルフ・マルクスと協力して、ベルリン音楽院を設立した。しかし5年が経つ頃、首脳人の間で、意見の対立が生じてクラクは、職を辞してしまう。そしてハンス・フォン・ビューローを指導者に迎えた、音楽院は、シュテルン音楽院として知られるようになっていく。1851年、クラクは、 新たな学校である新音楽アカデミーを創設した。これは長く成功を収め、親しみを込めてクラクアカデミーと呼ばれた。アカデミーはピアニストの養成に特化しており、ドイツ全体でも最大の私立の音楽学校となった。25周年の際にはアカデミーは100人の教員と1100人の学生を要していた。クラクは1861年に教授となり、 また、フィレンツェの王立音楽アカデミーの会員となる名誉に預かった。彼は他にも多くの栄誉を受けている。彼は1882年にベルリンで意を引き取った。彼の息子のフランツ・クラクは、はじめは父のアカデミーで音楽教育を施され、その後パリでシャルル・ベーレとアンディ・リトルフのもとで修行を終えた。フランツは、神経症で演奏家としての道を断念したが、 新音楽アカデミーで教鞭を取り、1882年の父の死後は、学長としてその後を継いだ。クラクは膨大なピアノ曲を作曲した。中でも、オクターブ奏法の教本大修例で、オークテイブンスピールズはよく知られている。他の音楽作品である、ピアノ競奏曲や、ピアノソナタは、今日ほとんど演奏されることはない。クラクの門弟には、 多くの成功を収めた人物がいる。アルフレート・グルンフェルト、ハインリヒ・ホフマン、アレクサンドル・イリンスキー、モーリッツ・モシコフスキー、サイラス・ガメリアル、プラット、ユリウス・ロイプケ、ニコライル・ビンシテイン、クソバーシャル弁家・ベンカ、オット・ベン・ディックス、ハンス・ビショフ、エイミー・フェイ、ジェームス・クバストである。ボヘミアのピアニスト、作曲家のフランツ・ベンデルが、アカデミーで教えていた。独奏曲役中。 原ーランド中央部の都市。薬中、ドイツの音楽教師。1810年からライプツヒで、1823年からはドレスデンで、1826年からはポズナンで、1830年からはベルリンで教えていた。薬中、1741年から1855年にかけて使用されたプロイセンの金貨。 21カラットの金で、規定の重量は6.032グラム。役中、ブローツワフ生まれのドイツの音楽家、メンデルスゾーンのエリアのドイツ初演を指揮した。役中、マルクスも1857年に辞任し、イゴシュテルンの支配が強まった。ビューローは1864年までこの職にとどまっている。 音楽院は現在ベルリン芸術大学の一部となっている。テオドール・クロック。クラシカル・コンポーザーズ・データベース。2012年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月16日閲覧。ノート、アーカイブ、URL is available but has very poor. ホーマティング、アーカイブデート、16 October2012。ありがとうございます。